日本埼玉県蓮田市まごめまごめは、埼玉県蓮田市の町名及び大技。現行行政地名は、まごめ1丁目からまごめ6丁目及び大技まごめ。住居表示未実施地区。郵便番号は349-0114。蓮田市南部に位置する。まごめ1丁目の6丁目は、東側で、桜台に、東側と南側で、埼玉市岩月区まごめに、西側で、 はすだに、北側で東に隣接する。大和まごの大部分は、東側で、埼玉市岩月区孫ごに、南側で、道市見沼く丸が先に、南側と西側で、上尾市から吹きに、西側と北側で、はすだに隣接する。かつては、河合村に属する孫ごであったが、その一部の地区が、はすだ町に編入されたことにより、漁師にまたがる地名となっている。また、 孫目一丁目の六丁目と、大和マゴは、飛び地状になっている。孫目一丁目の六丁目は、土地区各整理事業の監視処分により、町名地番変更が行われて成立した。全域が市街各域に指定されており、住宅が多い。生産緑地地区は南部に所在している。ハ田市の最南端に位置する大和マゴは、綾瀬川沿いに位置する低地の田園地帯となっている。 また、まご六6丁目西側の国道122号フ田、ス岩月バイパスの敷地は、大技まごとなっている。住宅地の地価は、2020年1月1日の工事地価によれば、まご二2丁目206番街の地点で10万6千円、平方メートルとなっている。2020年9月1日時点の世帯数と、人口は以下の通りである。立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。